皆さんおはようございます。2022年1月の5日衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 A です。私の嫁さんです。ちょうど高校の同級生でですね、結婚したのは26歳でした。結局18の時に落ちして、ずっと振られ続けて26、8年間ですね。で、そっから53までずっと支えてくれました。今日は妻の月命日で、やっとおせちが来ました。冷凍なんで、で今一生懸命冷蔵庫で解凍してますけど、ああこういうことだったのかと。つまり今年ぐらいは嫁さんと二人で食べたらどうだと。まあ、子供たちにあげることはできませんでしたけど、そういうことなんだなと思って、凍ったまんまのおせちを、もちろんね、嫁さんは食べることはできません。だけど、まあ一緒にね、この後事務所のスタッフと、これでもそうだな、一生懸命作ってくださったあのホテルの方にあれだけど、これ来年はこれは絶対同じものっていうか作れますね。作れる。だから管理栄養士だった嫁さんが、これあなただったら作れるんだろうってでしょって言ってるような、そんな気がしますね。作れるわ。いや、作ることができる、作られる、ラヌキ言葉をよく言うんで、私ももういつの間にかラヌキ言葉ばっかりですけど、ただこれ一個一個材料を用意するとなると、かえって高くつくのかもわかんないですね。よくわからん。中身はですね、秘密です。嫁さんと二人で食べますんで、食べますっていうか、まあね、事務所のスタッフや、ほんと小さなものですもんね。ちょっとチラッとだけこれ、黒豆とかまぼこと数の子、これですもんね。それに生酢と、これこっちは凍ってますもんね。だから数の子、いくら。でもね、このちっちゃいいくら、いくらっていうか、これ今食べたら、ジャリって言いますね。いや、絶対これは作ることができる。さすがにね、数の子は、でもかまぼこも高かったですもんね。今、バンバン物価が上がってて、経済が良くなんないのに、よその国の高圧経済の煽りを食らってるって、もうほんと、馬鹿げた話。凍ってる。霜ですもんね。霜。まあ、これ、30段重ねってんで、和洋中。いや、ほんとにね、自国通貨を弱くしていいことないですよ。ただね、嫁さんが言ってたな、よく。あの、抱きしめてあげたらいいんだよって。このお正月もたくさん、あの、いろんな方々の悩み、やっぱりね、このコロナで本当にこう家庭の中、あるいはその家族の間、
そして友達の間、もう恋人、結構辛い思いをしてる方が多いんだと思うんです。多いなっていうのをさらにさらに感じました。お互いがお互いを支え合う。で、他の人に言えない。だから、言えない分家族に、その辛く当たってしまう。他の人に言えないことを言う。だから、なんでこんなことを自分に言うんだろう。でもあなたにしか言えないんですよって思うと少し気持ちも楽になりますよね。私映ってるでしょ。このね、影、反射して私が映ってますよね。これ26歳の時サンフランシスコで撮った写真ですよね。もうお金がなかったんで、自分で航空券を、格安の航空券を企画して、最初の1日と2日だけ泊まるホテルを決めて、あとは、そのアメリカの友達に、どっかないとか言って、やった新婚旅行の時の写真ですよね。本当に、これが亡くなる年の写真ですもんね。春の園遊会に行った時の、最後の園遊会になるなんてとても思わなかったですけど、この写真が彼女の家になるなんて。でもね、これまで支えてもらった有限の人生の中で出会えたことを喜びというふうにしていくと、やっぱり人生変わってきますね。あの枯れかけた蘭はどうなったかって言われたんで、これですね、緑のこの、これなんていうんだっけ、根っこがですね、復活してきましたね。横からちらっと芽みたいなものも出てき始めました。他のはですね、なんと花の芽が出てきてますよ。で、もう一個、東京で、これもやばかった。蘭は、じゃん。なんと、葉っぱが出てきました。これ他の蘭って、他の生き物とかにくっついて生きるものなんですね。まあみんなそうですよね。単独で生きてると思ったら大間違いで、たくさんの人たちに支えられて生きてるっていうことよくわかりますね。昨日も福成さん、神崎市のシワ屋ですね、ちょっと見に来てよって言われたんで、神崎の合宿交換会、頭だけ出て、その後すぐ神崎市のシワ屋地区に行ったら、もう意気旺盛で、だって5回目の前が土石流が流れてるんですよ。死ぬような思いをして、人がどこにいらっしゃるんだろうと思ったら、ユンボを食ってて、もう一人のお友達と二人でですね、せっせと三谷公園を復活させてるんですね。目の前に巨大空中ブランコっていうかブランコがあって、で、そのブランコって棚田に向かって焦げるようになってて、まだ壊れてましたけど、なんか元気もらえますよね。一生懸命ここの、その災害復旧、今回も、本当に、緊縮の中で、厳しい状況だったのを、いやー、勇気をもらいました。おいはくじけんぞって。おいは負けんけんなっていう話ですね。4分ちょっとの、やっぱり、電波が悪くてライブができなかったんですよね。で、頭だけライブで、で、その後、録画にして、YouTube にして、それでも Twitter って、2分20秒じゃないですか。だから頭だけ、出して、あとの4分いくらは YouTube にしてますんで、ぜひ、私が喋ってることよりも、福成さんがおっしゃってることをですね、お聞きになってください。昨日
合宿交換会は神崎と、まあ、佐賀一区って三市四町あるんですけど、そのうちの二町ではもう合宿交換会は、中止。そして、一町では自分たちだけでやるから、来ないでいいですということと、で、一つの町だけあって、それが私が制作インターンで、頑張ってもらってた、竹広雄平さんが町長をしている上峰町。まあ、そこでの挨拶。上峰太彦っていうのは一番最初にありましてね。すごかったですよ。立憲民主党の上峰支部長の原田望議員が、なんとリーダーで、意外な面を見ましたね。まあ、みんなすごくあったかくて、吉野ヶ里温泉っていうところであったんですけど、祖父の自衛隊さんに対する思いも伝えました。上峰も吉野ヶ里と同じように、メタバル駐屯地があるとこなんですね。で、祖父が自分の長男を自衛隊に奉職させたように、その思いを少しでも伝えることができればな。国防って言ってますけど、国力がどん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 落ちてる中で、しかもフォーリンミリタリーセールスって言って、アメリカ様の戦争屋にですね、貢ぐお金じゃないかと見間違えるような、そっちの予算はどんどん増えてるのに、自衛隊員お一人お一人の、福利厚生、服だって、二着支給で、それこの間、スペースでおっしゃってましたね。自衛官の OB の、っていうか、辞めた方が、自分で買うんですよって。そんな思いを自衛隊員にさせて、自衛隊員に対する感謝のために憲法を変えましょうとか、変ですよね。これも妻が好きだった、鍋敷ですね。うちのバラも、こうやって刺しとくと、もうこれでドライフラワーにせんといかんですね。まあ昨日の合宿交換会、その上峰はすごく面白かった。で、神崎はものすごくたくさんの人がおられたんで、やっぱこれまずいと思って、少しでも人数を減らした方がいいよねって。広いところだったんですけどね。皆さんに挨拶ができてよかったです。それから、最後は佐賀市で、いやー、佐賀市は、こんなこと正月に言っていいかな。なんと、合宿交換会の会費が3000円なんですよ。一人。で、神峰はお弁当、ものすごく美味しいお弁当。私の大好きな、魚のですね、しかもそれ、タイの3倍酢漬けがついて、会費いくらだったかな ?1000 いくら、1000円だったかな ?2000 円だったかな。で、佐賀市はさぞ美味しい料理が出るだろうと思っていたら、知事と市長と、それから、商工会社の会頭さんのお話と、で、万歳ということで、締めということになりました。弁当はないのかって思ったんですけど、まあね、会場にお金がかかったんでしょうね。コロナ禍なんで、たくさんの方が、来られてましたけど、間をね、開けてやって、まあ、知事や市長の考えをこう聞くには、いいあれだったけど、だったら自分でやれやっていう話なのかもわかりません。弁当がなかった、ことをぶつぶつ言ってる人も結構いましたね。そりゃそうだよね。3000円は高いよね。まあよ。だったら文化会館とかね。そういったところで、もっと、間を空けて、無料に近いことで、やるっていうのもできるでしょうね。まあ、それも経済を回すということで、主催者には心から感謝をして、弁当、やっぱり食べ物って大事ですね。いや、でも、食べ物、
そこで食べることできませんからね。いや、弁当3000円じゃないですよ。弁当は出ないんで、食べ物はなし。まあ、こんなことをね、国会議員が言うべきじゃないですね。本当に主催者の。それでもやっぱりいいお話をね、聞いて、そして、この新年をスタートさせるっていうのは、それまでやっぱり、めいめいにやってたんですよね。めいめいにやってたのをもう何年になるのかな。私が国会議員当選してから全部このやり方ですね。県会議員の時もそうだった。っていうか、会食形式のやつだったんですね。で、コロナでそれがなくなってる、いう状況です。さて、まあそういう、どうでもいいことは、お気にして、今日は、この、回答が終わったら、嫁さんとに、何が好きだったかな？栗きんとんが好きでしたもんね。甘いものがね。じゃあ、皆さん、良い一日を。B はね、またちょっと、時間を置いてからにします。じゃあ、ごきげんよう。良い一日を。そうね、黒豆も甘いですよね。これ、このかまぼこ、ものすごく高そう。に見えますね。おせち、ありがとうございました。母もなんか、あと入院が、もう明日にでも退院できると思ってたら、少し長くびくっていうんで、焦ってるみたいですけど、焦んないで。リハビリは焦りが一番いかんですね。しっかりとやってください。この子たちも、こうやって可愛がってれば、ちゃんと緑を復活させてくれますからね。命って大事ですね。じゃあ皆さん、ごきげんよう。良い一日を。佐賀市の合宿交換会も良かったんですよ。だから、あの話が3000円で聞けるって言うんだったら、それはもう、儲けもんですよね。うん。じゃあ、良い一日を、ごきげんよう。